ク剥製死ぬ気で舞いよう。加工派に会う前に脅威を倒さないとな。あいつがいたら落ち着いて話もできないだろう。俺と元気は西の道から脅威を狙う。各愛は南方から加工派の進路を妨害してくれ。加工派は我々を追ってと勘違いしている。姿を見せずに足止めしなくては加工派殿が職に下ることになっては。ああ、私は加工園将軍に顔向けできない。よし、行っとくか。あの辺をいただきたぜ。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまうぜ。俺はしない。少し疲れているね。これを使ってみてはどうだろう。この席中今にも倒れそうな私の弱さ。死ねる。ヘリポットを棒で狙うとは。だがあれを使えば石柱を倒せる。これで少しは時間を稼げたはず。そろそろ出発しようか。あの地を抑えてみるのも良さそうだ。なんと心臓に悪そうな橋。あれを落とせば時間を稼げる。これはなかなかの重労働。しかしこれ
で時間を稼げたはず。命に変えてもここを守り抜く。およし、おたりとも引くな。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。これで邪魔者はいなくなった。なんでここに？そこまで俺を切りたいのかよ。私を聞いてもらわねば。これが
切るのか。曹操殿を追い、俺を切り、軍をしばしのものとする気か。まあ落ち着けって。俺たちうまくやってきただろ。それは変わらないと思うぜ。なら、なぜ曹操殿は。それはひとえに曹操殿の無能さゆえ。それすら分からず怯えきって。花公園殿は強く惜しかった。それは家や血筋ではなく、将として人としてのありさまあればこそ。花公園殿のご子息たるあなたがそれを継がずして何とされます。家じゃなく生き様を継ぐ。悪い父さん、かっこ悪いとこ見せちまった。みんなにも手間かけさせちまった。すまない。この借りは戦働きで返す。うん、じゃ帰るとしようか。